人命救助で表彰された松本さんをインタビューしてて思ったのが、緊急事態の時に松本さんのような冷静な行動ができるかどうか、それには日頃からの訓練、実際に模擬行動をやっておかないとできないと思う。それと松本さん自身もおっしゃってたように、私でいいんいや、か、取れてなかっ他たに誰かいないのか、私がやらなければならないと思うまで俺背時中間がかかるいや、大丈夫と思う。そんなことをいろいろ考えると、松本さんともう一人のごめん、消防もう一士回の同方じようなは、ことを聞すけごど、いことをいや、やってのけ取れてた、なかった。だったんだなぁ取れとてる思思いいまさしけた。なかなか調子悪い。調子悪い。意外にも良くならんな。AED のもうすぐ講やらん。習を10年ほどすぐ前やらん。に1すぐ行く回のは受けずやたのだけのに。俺私に映にってない。は何の役にも立たない。人を助けることなんて到底無理なことだと感じました。呼ばれたんでね、松本さんはどこやとかね、言われたんで、うん。もうその呼び出しに呼ばれて、ちゃんとできたというところだったんで、あれなかったら、さあ、どうなんかな、率先してできるんかな、いうのはちょっああ、と、自ら。自らね、もういっぱいいますから、うん、かき分けて。どうやろうな、思ったんですけどね、うん、誰かおるやろうと。そうね、誰かするやろうな、といううね、ん。誰かが、多分ヒヨガの連合会のね、関係の方ばっかりが多いんで、いろんな団体でね、みんな多分やってる人ばっかりですわ。そうやろうな。ほとんど。やってるって資格、俺みたいに持ってるけど、そんなできる人はおそうらですへんわね。な。あなたみたいに普段から指導しとうようなそう立場のね。人がやったら、だから、そういそうう、いう面でも勇気と、やっぱり経験をさせてもらったないのは、ありますね。誰かおるやろと。普通はね、みんなおらんからね。そうですね。思いますわ、それは。そんなんなかなかできません。もう一生のうち、ない方がいいんですけど、普通は一生のうち一回もないですからね、みんないやな。ろうな。二回もね、人の体触るのは珍しい方でしょうね。救急隊でもね、そこまで多分行かないですから、あ、そんなチャンスね。救急隊でも行ったら遅いですから、もうこんなん、もう救急隊ってこんなんするようで、もう遅いですわ。救急隊が来た時に意識ない言うたら、多分なかなかしんどいでしょうね。酸素吸入やろうな、あ、キャそうンそう、バ。酸素を血液送って酸素を頭回したりいうことなんで、心臓がこううまく血液を循環させてないという状態ですわ、おそらく。脳の障害か心臓の障害かでね。それを心臓を上から抑えながらマッサージすることで、正常に強制的にやるんで、早ければ早い方がええの、このようがありましたね。5分でも遅かったらもうしんどいですわ。ああ、倒れたらすぐ出ない。すぐやからね。すぐやから多分復活したと思いますわ。何の具体策はい、もありが考とう。えられず、これで終わります。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。